モンゴル時代の河北東下領。ショートクロは下部に位置する。ショートクロは中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及び大元ウルスの時代に現在の河南省安陽市一帯に設置された。イラン方面でイルハン朝を築いたフレグを始祖とするフレグ王家の東下領であった。東大の総州を前身とする。モンゴル帝国。 第2代皇帝オゴデーカーンの治世の1232年に、英州、輝き州の2州を管轄する、聖徳総水府が設置され、第4代皇帝モンケカーンの治世の1253年には、モンケの弟のフレグに、宗の五軒が、東華領として与えられている。この翌年に、フレグは、西アジア遠征に出発しており、フレグへの聖徳の授与は、遠征に先立つ。 軍需品の提供という側面があったとみられる。1265年には、聖徳総管府が設置され、懐州盲州守る輝き及び、安陽県タスクガン圏、東院県林県,林,県林良県が所属することとされた。しかしその2年後には、懐州盲州守る衆、輝きそれぞれに、総管府が置かれ、また林良県は、 林州に昇格された。その2年後、タスクガン県が安用圏に編入されることで、ショートクロの基本型が定まった。門家死後の混乱の中で、フレグはイラン方面で自立したためショートクロは、フレグ家の経済基盤としての価値を失い、また、カイズの乱の勃発によって、収益を輸送することすら不可能となってしまったが、クビライの収める大元ウルスでは、 ショート徳ロは依然として、フレグ家の領地であり続けた。これはクビライが名目上とはいえ全モンゴル系国家の総主であり、省の権益を保全する態度を崩せなかったためと考えられる。そのため、フレグ家からは、ト徳ロに会計監査のための人材が派遣され、ショート徳ロからの収益は、 フレグ家の取り分として保管され続けた。14世紀初頭、カイドの死によって、カイドウルスが解体してゆくと、モンゴル系国家同士の連携が復活し、ユーラシアの人的、物的交流は拡大した。バッサーフ氏は、フレグウルス君主画山館が、オーモットウルスに使者を派遣したことを記し、また大元ウルスに到着した使者が帰国しようとする際に与えられた贈り物について、それは、 フレグの受けるべき分け前であったが、モンケカーンの時代以来保管されていたものである。それを一層の別のジャンク船に積載し、彼らの大使と共に友好と親善の意志を伝達するよう命ぜられたと伝えている。このペルシア語資料の記述により、モンケカーンの時代に設定された、衝突路の収益は14世紀初頭に至るまで、フレグ家の取り分として保管されていたこと、それが、 回路によって輸送されたことが判明する。ショートク路には3件、1周が設置されていた。松田1980、42から44ページ。松田1980、54から56ページ。ありがとうございます。